トヨタ車体、トヨタ車体株式会社、トヨタ車体は、主にミニバン、商用車、SUV を製造する日本の自動車メーカーである。トヨタ自動車の完全子会社であり、トヨタグループ13社の一つ。トヨタグループ内では、TY の略称で表記される。本社は、愛知県刈谷市人里山町にあり、同式地内に、藤松工場がある。 トラックボディの専門メーカーとして、トヨタ自動車工業、当時から1945年に分離独立し、発足。2004年には、当社と同じくトヨタ系列であった、アラコの車両組み立て事業と統合した、現、吉原城。2012年1月より、トヨタ自動車の完全子会社。現在は、トヨタ車のミニバン、商用車、SUV などの企画。 開発から生産までを手掛ける完成車メーカーとなっている。その他、福祉車両、ウェルキャブや、特装車、超小型電気自動車、燃料電池自動車、未来向け燃料電池スタック部品の開発、生産なども手掛けている。特に、超小型 EV、コムスは、トヨタ車体独自ブランドとして展開している。2003年トヨタ車体での内事件、元社員に、 懲役2年の有罪判決別の被告には、有予判決、トヨタ社体で、元暴力団幹部の社員らが、同僚から強括を繰り返す。50人大量処分管理職6人を降格。社員30数人について、見ぬふりをしたと、勲告や戒告。現、元社員の、計5人が、社内に親睦団体を作り、工場倉庫を個室として、選挙、現役組員も出入りし、 置物を社員に売りつけるなどの恐喝で昨年逮捕された同社は管理職向けの人事管理セミナーなどを実施し再発防止に取り組んでいる。この事件では同社藤松工場の品質監査室社員だった被告を中心に現元社員の経営5人が例霊から両らから現金を脅し取ったなどとして3件の恐喝や同未遂事件で逮捕された。 関係者によると、同社は10月に被告が逮捕された後、管理職らに対する聞き取り調査を実施。それを受け、小松沢被告らを懲戒免職とした上で、上司だった管理職6人の監督責任を問い合格したほか、社員30数人についても、被告の振る舞いを見過ごしたなどの理由で、訓告や開国処分とした。また、久保知事助社長ら全員役員が、 役員報酬の1ヶ月分の10%を自主的に返上したという。県警の調べでは、被告は暴力団幹部当時の写真や新聞記事を貼ったアルバムを同工場の倉庫に置き、個室のように使用。会社とは関係ない現役組員もこの倉庫に出入りし、暴力団との交際が同僚に広く知られていたという。被告は99年に親睦会、あやめ会を設立。 社員100人前後から毎月3000円を集めていた。他、高額の絵との置物を社員に売り付けるなど、強喝まがいの行為を繰り返していた。愛知県警刈谷署は2019年6月10日、勤務先の工場から、機械部品93点、時価約700万円を盗んだとして、窃盗の疑いで、同県と明市坂江町南立、豊田車体社員28、 を逮捕した。同社は、旧、アラコの、トヨタチームアラコ、トヨタチームアラコター時代に引き続き、ランドクルーザーを用いて、チームランドクルーザートヨタオートボディ、TLC として、カールラリーへの参戦を継続している。市販車部門ディーゼルクラスにおいて2005年から2011年に、6連覇、2014年から2019年に6連覇を達成している。 また単に勝利するだけでなく、廃油から生成した、バイオディーゼルの実を用いての連続乾燥も果たしている。ダカールラリー2019南米に舞台を移して11年目、第41回のダカール2019が1月6日から17日にかけて、ペルーで開催された。全10ステージの全工程は 5600km、内競技区間 3100km である。 南所として知られる、同国南部の砂漠地帯、ピスコやマルコナを主戦場に据えることで、競技の過酷さは例年以上となっていた。前夜のスタートセレモニーの後、7日早朝にリマを出発した TLC の2台、349号車、三浦、ローラン、350号車、クリスチャン、ジャンピエールは、ピスコ周辺で最初の SS、競技区間に臨んだ。 路面は柔らかい砂が中心。砂丘越えも早速登場し、市販車、部門1、2位とまずまずの滑り出しとなった。翌8日には、ピスコ周辺で 342km の SS が行われ、市販車部門のワンツー体制を無事キープした。前半戦の終盤、アレキパとチリ国境近くのタクナカンを往復する10日から11日は、マラソンステージが設定された。 トラブルが競技結果に大きく影響するこの工程を TLC の2台は慎重に走破。11日にはノームのためゴール手前で SS が中止されるハプニングもあったが市販車部門3位に350号車が11時間、349号車も9時間、あまりの差をつけて前半戦を折り返した。アレキパでの中間日を経て13日に後半戦が 始まると競技は一層難易度を増していく。TLC は2台が近い距離を保って走行する。作戦を取り、互いに助け合いながら進んでいった。14日マルコナでの SS 中に350号車が冷却系トラブルでストップ。だが幸いにも駆けつけた349号車に交換部品が積んであったため選手4人で交換作業に当たり、 1> 約1時間半と最小限のタイムロスでことなきを得た。チームワークで乗り切った成果であった。15日、16日は舞台をピスコに移し、最後の難関とも言うべき、難易度の高い SS が行われた。TLC は2台協力し合いながら、いち早くルートを見出すなど、再び素晴らしいチームワークを発揮した。そして17日、ピスコループの 最終 SS を丁寧に走り切った2台は350号車、349号車の順でリマのゴールに到着。優勝した350号車は3位の車両に95時間37分34秒、2位の349号車も92時間49分38秒の差をつける。圧倒的なワンツーフィニッシュでチームに2005年から2011年、8年の中を挟んで、 以来となる同部門6連覇を成し遂げた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。